お疲れ様です。パーソナリティの楓です。今回は日本の不思議参戦。日本は不思議の国だ。その不可解さに恐ろしさまで感じる中国人をお送りします。日本は国の面積や人口で比較すると世界一の自販機大国と言われていて、至る所に自動販売機があります。私たち日本人にとってそれは当たり前のことで見慣れた光景ですが、海外の人たちからするとありえないと驚嘆するようです。なぜなら外国では自販機はそこに商品とお金が蓄えられているもの、つまり誰も見ていないならそこから商品とお金を盗んでいいものだからです。このように私たちにとって当たり前のことが驚きの対象になることは至るところにあるようですね。特に中国の人たちは日本の当たり前に驚き、その不思議さ、不可解さに恐ろしさまで感じるそうなんです。ここではそんな中国の人たちが注目する日本の不思議参戦をご紹介しましょう。1、日本の不思議その1、日本人の行列。日本を訪れた中国の人たちは、どこに行っても日本人は行列を作ってきちんと順番を守っていると驚くそうです。中には、日本人は世界一並ぶのが好きな民族なんじゃないかと考える人までいるようです。実際私たちは商品を買おうとレジに向かうとき、そこに行列ができていたら最後尾を探してそこに並びますよね。堂々と割り込みをするような人はほとんどいないでしょう。でも海外では人が集まっていれば先頭まで行って様子を伺い、可能ならそのまま行列に割り込む人も結構いるんだそうです。ちゃんと順番を守って並ぶべきという意識があまりないのかもしれませんね。中国は1960年代から70年代にかけてまだまだ貧しい国でしたから、常に物が不足していました。ですから当時を知る中国人は、日用品を買うにしても食料を買うにしてもいつも行列に並ばなければならなかったんだと言います。現在の中国は経済的に発展しましたから物が不足することはなくなりましたが、同時に行列に並ぶ習慣もかなり失われたそうです。そんな中国の人たちにとって経済的に豊かで物不足などなく、欲しいものは何でも買える日本で、それでも人々が至る所で行列を作って並んでいることが不思議で仕方がないようなんです。しかも日本人は秩序を守って静かに並び、騒いだり行列に割り込んだりもしません。そのマナーの良さが多くの中国人を驚かせるようです。なぜこんなことができるんだ。その理由を中国の人たちは探ります。そして、やはりそれは教育の成果なんだろうという考えに至ります。行列に整然と並ぶこと、順番をきちんと守ること、それは日本人にとって守るべきルールなんだ。彼らはそれを幼い頃から当たり前のルールやマナーとして徹底的に教え込まれているんだ。だからこそ日本人は整然と行列を作り、きちんと順番を守ることに何の苦痛も感じないんだろう。これが中国の人たちの結論となるようです。確かに当たり前のルールとして教え込まれてきたという側面はあるかもしれませんね。でもそれは学校で厳しく教育されてきたということではありません。このルールが広く一般的に行われている日本社会で育つうちに、そのルールが自然と私たちの心に刷り込まれてきたというのが正しい理解ではないでしょうか。2、日本の不思議その2、日本の街の綺麗さ。
日本にやってきた多くの中国人旅行者はまず空港の綺麗さ、清潔さに驚くそうです。そして東京都心部の繁華街を訪れて、その驚きはさらに大きくなります。そこは世界有数の人口密集地ですし、ゴミ箱も少ない。それなのに全然ゴミが散乱していない。日本の街はなぜこんなに綺麗なのか、多くの中国人は疑問に思うようです。そしてその理由として彼らが考えるのが、学校における掃除の時間、つまり教育の一環としての掃除の時間なんです。小学校から高校までの掃除の時間、それは私たちにとってあまりにも当たり前で、特に強い思い出もないほどですよね。でも海外では学校の掃除は清掃員が行うものとされている国が多いんです。日本でいうと大学での掃除のイメージですね。ですから日本で児童生徒たちが自分たちの教室やトイレを掃除することはとても珍しいことみたいです。この点に中国の人たちは注目するわけです。日本では教育の一環として掃除の時間が設けられている。これは世界的に見て珍しいことだ。他方、日本の街の綺麗さ、清潔さも世界ではありえないくらいのレベルだ。この2つは関連しているはずだ。こう考える彼らは次のように結論付けるのです。学校での掃除の時間を通じて、日本人は自分の身の回りは自分できれいにするという習慣や精神を身につけるんだ。それが自分の町を清潔に保つという責任感につながるんだろう。だから日本の町はきれいなんだ。私たちからすると、学校での掃除の時間にそれほどの効果があるのかなという気がしますね。でも確かに知らず知らずのうちに自分の身の回りを清潔に保つという習慣を身につけているのかもしれませんね。3、日本の不思議その3、日本の教育内容。これまで日本の不思議として日本人の行列と日本の街の綺麗さについてお話ししてきました。そこでは日本の教育の重要性に関心が集まっていましたね。つまりルールやマナーを徹底的に教え込む教育や、教育の一環としての掃除の時間があったからこそ、日本人の整然とした行列や綺麗な街が実現されているんだというのが中国の人たちの理解でしたね。このように日本の教育の凄さに注目する中国の人たちですが、その得意な内容にも驚いています。最後にそのことを少しお話ししておきましょう。日本の真冬の校庭、冷たい風が吹きすさぶ中、上半身裸の子どもたちが乾いたタオルで体をゴシゴシこすっています。乾布摩擦ですね。私たちならタオルでこすることで皮膚が刺激され、血行が良くなり体が温かくなること、裸で冷気に触れることで抵抗力が増し風邪をひきにくくなることを知っています。でも中国の人たちには子どもの虐待にも見えることでしょう。この光景を見ていたある中国人は言います。なんということだ、こんなことをして保護者からクレームが来ないのか。それを聞いていた隣の中国人が答えます。日本の保護者はこの寒風摩擦に心を痛めることはないんだ。彼らはこの真冬の冷たい風の洗礼を受けた子どもたちは意志の強い人間に、どんな困難にも負けず地震が起きても強く生き残っていく人間に育つと考えているんだ。この人は日本の事情に少し詳しいようですね。寒風摩擦に果たして意志の強い人間、地震が起きても強く生き残っていく人間を形成するほどの威力があるのか、疑問の残るところです。でも
寒さに打ち勝つ強い心を育てるという心理面の効果なら否定はできないかもしれませんね。これまで日本人の行列、日本の街の綺麗さ、日本の子供たちの寒風摩擦の話をしてきました。日本の不思議三選は中国の人たちにとって全て驚きの内容だったことでしょう。それではこの不思議三選を知った中国の人たちの反応をご紹介しておきましょう。我が国は全てにおいてこの国に及ばないと言わざるを得ないな。日本国民の民度が高いなんて当たり前のことだろう。中国の子供がもし寒空の下で立たされていたら、校長は保護者に大変な目に遭わされるだろうね。日本はアジアの星だ。リスペクトせざるを得ない。中国人は日本人よりも聡明だ。割り込みはできるし、ゴミは最も自分に有利な方法で処理するからな。お酒に酔ったある女性が電車の中で吐いてしまったんだ。そしたら彼女と一緒に電車に乗っていた人が彼女にティッシュとビニール袋を渡して、その女性は酔っていたのに辺りをきれいにして周りの人に謝ってたよ。いかがでしたか？最後に当チャンネルの感想を述べておきますね。日本人が至る所で整然と行列に並んでいること、街を非常に清潔に保っていること、真冬に子どもたちに寒風摩擦をさせること、これらのことは私たちにとって当たり前のこと、よく目にする光景ですよね。でもそんな当たり前のことが中国の人たちにとってはありえないこと、不思議なことなんですね。そしてそのありえないこと、不思議なことを当たり前に普通に日本人が実行している、それが中国の人たちには理解できず、その理解できない不安な気持ちを怖いと表現するのかもしれませんね。私たちはこのいい意味での怖さをこれからも維持していきたいですね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッド評価とチャンネル登録をお忘れなく。